中島博士は、都市防災美化協会理事長、公益財団法人東京都公園協会評議員、東京都公園審議会委員、元東京都建設局公園緑地部長、公益財団法人都市緑化機構役員、物作り大学や千葉大学園芸学部、非常勤講師、千葉大学園芸学部造園学科卒業後、東京都勤務、公園緑地部公園建設課長、 計画課長、建設局参事、公園緑地管理財団、国園昭和記念公園昭和管理センター所長、南部公園緑地事務所所長等を歴任。技術士、日本造園学会理事、中央技能検定委員。2014年日本造園学会、上原刑事賞。植栽の設計、施行、管理、造園実務筆計。 林死の森公園東京都公園協会。1996年、横網町公園東京都慰霊堂。復興記念館東京都公園協会。2009年、水本公園東京都公園協会。1997年、緑化、植栽マニュアル、計画、設計から、思考、管理まで、緑、幸運流水、花時の話、道路植栽の設計、思考、維持管理。 安全な街路樹、危険な街路樹、庭園思行管理、庭園用語、道路緑化ハンドブック、緑空間の計画と設計、造園技術筆計4造園植物と施設の管理、など多数。日作り協、ニュース2019、2。一般社団法人日本造園建設業協会。2020年5月7日閲覧。公益財団法人東京都公園協会評議員。 名簿、2020年5月7日閲覧、別紙東京都公園審議会委員名簿東京都、www.metro.tokyo.lg.jp、ok、2020年5月7日閲覧、公益財団法人都市緑化機構役員、評議委員名簿、2020年5月7日閲覧、ありがとうございます。